収穫の秋、かつて近郊農村として発展した世田谷では多くの秋祭りが行われる。国道246号線を進む駒止八幡神社の大人みこし。聖徳太子ゆかりの太子堂八幡神社では今年も例大祭が開かれた。祭りのハイライトは西山囃子。江戸時代より太子堂に存在した郷土芸能を復活させ、地元住民によるお囃子の奉納が行われる。自分今回4年目なんですけど、今日初めて雨降ったんですけど、4年目にしてこの雨を追い去るように天気のいい相撲を取りたいと思います。東京農業大学の収穫祭、長蛇の列の先にあるのは蜂蜜や味噌など人気の模擬店。北海道地震などの被災地支援として大根のチャリティー配布も行われた。世田谷公園があったりとか、こうゆったりとしたいい雰囲気なんですが、お店をやっているともう少し出会いが欲しいなという気持ちもありまして、年1回ほどでもいいので大きなお祭りをして、この町の魅力をもっと知ってもらおうと、そういったことを考えて始めたのが、世田谷パン祭りのきっかけです。10時になりましたので今から始めたいと思います。怪我のないようによろしくお願いいたします。ここです、枝の元まで入れて、それで、おー、痛い。
今年で22回目となる三茶で大道芸。街中をステージとして鮮やかに繰り広げられるパフォーマンスの数々。三軒茶屋がアートタウンになる2日間。吉田松陰の墓がある松陰神社では、今年で27回目となる萩世田谷幕末維新祭りが開催。騎兵隊に扮したパレードが街を練り歩く。